からの続きだよ。さあ、4月1日からお送りしてきたダークトライアド編も本日からついにまとめに入ります。谷先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここまでいろいろと話してきたダークトライアド編ですけれども、はい、大体イメージはつかめたでしょうか。つかめました。さすがです。いろんな特徴がありつつ、はい、問題行動とかもありますが、うん、その個性を生かして、うん、あのお金を稼いでいたりとか、トップに、なってたりとか、うん、まあ、そういう人もいるんだなっていうね、うん、話ですね。そういうことですね、はい、はい。まあ、とはいえもうちょっとね具体化したいところもあるかもしれませんので、はい、まあ、今回は、まあ、映画とかですねアニメに出てくるようなダークトライアドの高いねキャラクターについて少し考えていくという回にしてみましょうかね、うん、はいはい。そのキャラクターのね言動とか、まあ、行動からですね、うん、ダークトライアドの高い人の特徴についてさらに少し理解が深まれるといいかなと思います、はい。ということで早速なんですけれども、紹介してきた3つのねダークトライアドの高いキャラクターといったらどんなキャラを思い浮かべますか。この今ダークトライアド編をやり始めてから、うん、改めてジョーカーをね、うん、映画ジョーカーを見直してみたっていうね、うん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 、まさにそうなんじゃないかなと思って、うんうんうん、まあでもだいぶ前に見たんでちょっと内容忘れちゃってるところもあったんですよ、うんうん、そしたらその、うん、あの主人公が、うん、あの自己愛性パーソナリティ障害って、うん、あの病名が出てくるところがあって、うん、これじゃんってなって、まあ、もう一個妄想性っていうなんかもあったんですけど、うん、自己愛だってなりました、うん、そうですね、はい、まあ、まさにですね、うん、このジョーカーはね、例として挙げられやすいものの一つかなというふうに、思いますね、うんうん。バットマンにね登場するね、まあ、架空のね悪役ということになりますよね、うんうん。もともとはね映画でジョーカーのね作品は後から出てきたので単なる前は悪役だったんですけど、うん、ジョーカーっていう作品が出てね、うん、より深みが出てきて、うん、その背景が見えてきたっていうねところがあるかと思います、うん。言ってしまえば、まあ見た目はピエロみたいなね、うん、格好をねしてはいるんですけれども、はい、悪魔のようにちょっと邪悪な感じが、してですね、まあバットマンという、まあ、正義のね、まあ、味方のヒーローとの戦いとのですね、ずっと戦いを続けるための、キャラクターとしてですね作られたということになりますね、うん。ジョーカーでどの辺が特にサイコパシーとかいろいろ高いなと思うようなエピソードがありましたか。まあそのね、病名自己愛性パーソナリティ障害って出てきましたけど、うんうんうん、なんかコメディアンを目指してるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、で自分はやっぱ特別なんだって、その今はまだ売れてないけど、うん、絶対にいつか日の目を見るじゃないけど、うん、それをずっと思い描いて思い描いて、まあ、だからなんか夢を諦めないのは最初はすごいいいことな感じに、うん、で思えて見てるんだけど、うん、なんかあのテレビに取り上げられてなんか笑い物にされて、うん、そこでなんか多分プツンって切れちゃうじゃないけど、自分はすごい特別でめちゃくちゃもう人よりも面白くてって思い込んでたものが、うん、あれみたいな、うん、なんで笑われてんの俺みたいな、そこでもうブチ切れちゃって、うん、あの殺人者にもう豹変してしまうっていう、うん、まあ、そこがやっぱりもう恐ろしすぎるというか、そうですよね、プッツン来ちゃった時の行動がやばいですよね、うんうん、そうですよね、うん、あれ上手に描かれてますよね、うん、まずあの心情としてね、うん、自分は特別でなければならないみたいなところとかね、うん、まあ後からまあこれは解釈されるわけですけど、はい、自己愛のね、うん、高い特徴みたいなのが見えてるかなというふうに思いましたね、うん。またそれがねいろんなライフイベントをきっかけにね犯罪者に落ちてくっていうのもね面白いなというふうに思いますね。そうですよね、うん、しかもあの前回の時に、うんうん、あの環境、はい、環境のね、環境がすごく恵まれてたら、うん、別にそのダークトライアド高めの人でも、うんうん、悪いふうに働かないっていう話があったじゃないですか、はい、攻撃性が抑制されるみたいなね、うん、研究があるんですよね、うん、だけどあのね、ジョーカーの主人公はもう本当に多分貧困で病気の母親をね、うんうんうん、ちょっと介護みたいなのしてて社会からも笑い物になってたりとか、ね、そういう環境だから、うん、まさに
大犯罪者になっちゃったんだっていう、うん、ところですよね。そうですよね、うん、なんか上手にね描かれて、いますね。またその研究の話ともマッチしていて面白いなというふうに思いますね、うん、そうですよね。もともとはねあんな残酷なキャラじゃなくて1話でいなくなるようなモブ的なキャラだったっていう説もあるんですがね、なんだかだんだんキャラ作っていくうちに魅力的になってなんか人間臭さを出すとああなっちゃったのかもしれないですよね。なるほど、うん、後で考えたのかな、うん、作品作る時にねやっぱ後から作られていくところも多いんでしょうね、うん、後付けでいろいろ調べてねキャラクターが肉付けされていくっていうこともあると思うんですが、うんうん、まあその時にこのサイコパスの話とかもすごい参考にしてね、うん、作ってるのかもしれないですね。面白いですよね、犯罪の首謀者ね、うん、悪役にもやっぱりねキャラクター付けって大事ですから。ですよね、はい、その悪役のキャラクター付けとしてよくやっぱりこのダークトライアドの高めさはね自己愛とかは使われやすいですし、うん、マキアベリアニズムなんかもねよく使いやすいと思いますし、あとサイコパスもよく使われますね、はい、はい。あともうちょっとですね他のキャラクターなんかについて考えるとどんなキャラクターを思い浮かべますか。有名なキャラクターですね、あのビッグファイブの時にもたびたび出てきたけど、うん、さっきもちょっと話に出ましたけど、うん、あのキングダムのね、あキングダムのね漫画、はい、キングダムの中の歓喜、うん、歓喜将軍ね歓喜将軍の、はい、あの戦い方残虐なね、うん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 、人のね体を切り刻んで、うん、そうですよね、あの、うん、飾ってみたいな、うんうんうん、あれはもう、うん、サイコパス、うん、じゃなきゃできないんじゃないのっていう、うん、そうですね、うん、本当にねあの手のキャラクターってよく漫画とかアニメでもね、ドラマでもいろいろ出てくると思うんですけれども、うん、とにかくあの残酷さとか冷酷さとか共感性の欠如っていうのがよくそのサイコパスのね特徴になってて、うん、このサイコパシー傾向のね、まあ、項目にも入ってはいるんですよね、はい、ですからまあやっぱりすごく高い人としてね歓喜将軍なんかは描かれてるんじゃないかなというふうに思います、うん、そうですよね、はい、けども漫画でさえ、うん、うわやばい怖いって思って見るんだけど、うん、でもなんかちょっと歓喜将軍はちょっと魅力的みたい な、うんうんうん、なんか魅力もやっぱちょっと感じちゃったりもね、おそうですね、したりするとい う、 そうですよ、ね、このダークトライアドのなんか恐ろしさじゃないけど、うん、ね、うん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 、そうですね、はい、まあまあ漫画だから思えるっていうところがでかいですけど、うんうん、そうですね、はい、漫画だからと今ね言ったんですけれども、はい、現実場面でそのダークなパーソナリティ、うん、性格っていうのが結構魅力的に感じるっていうのは、これは研究で実はある程度ね示されているんですね。イギリスの研究なんですけれども、うん、女子学生にねある架空の男性の性格の文章をね読ませるみたいなことをするわけですね、うん、そのね文章の中にね簡単に言うと A さんは話好きでおせっかいでこういう人ですみたいにキャラクターの文章を読ませて、それが魅力的かどうかっていうのを評定させるんですね。でそのね中にですねところどころダークトライアドの特徴をね入れるんですよ。 A さんはこれこれこういうことをしている弁護士で実は残虐な側面がありますみたいなことをね書いてあります。そうするとね魅力がちょっとね高くなるんですよ。だから女子学生とかがその人の文章の紹介文見て、うん、ダークなその特徴が入ってるとちょっとだけ評価がね上がるんですよね。魅力的だって感じるんですよね。そうなん、何なんでしょうね、やっぱりね悪い人に惹かれるっていうのはそういう特徴はね人間持ってるのかもしれない。今言ったようにね、なんか、うん、本当にねでもとてつもない悪いことしちゃったら、うん、もうさすがにだけど、うん、やっぱちょっとその垣間見えるダークな要素って、うんうん、確かになんか魅力にもなり得るのかもしれないですね、うん、そうなんですよね。 あとね自己愛性の高いね男性のなんか顔とかをね、うん、集めるような研究もあってね、顔の魅力の評定みたいなことをするような研究もあるんだけど、まあ、自己愛が高い人ってやっぱりそれはおしゃれとかするだろうからなんだけど、やっぱりモテる傾向がね、鏡大好きっていうね、まあ、そう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 ね、うん、まあそりゃそうだよねって思うんだけど確かに、はい、やっぱりモテるところがあれで魅力的にね感じられるところあるのかもしれないですね。確かに、うんそうですね、うん、やっぱり悪い人に対する何なんでしょうねこの魅力的なねキャラクターみたいなね。そうですよね、うん、だってそういうのが、うん、漫画とか映画とか、うんうん、
になるってことは、やっぱエンタメとして求めてる人がいるってことだから、ね、そうですよね、うん、やっぱこういうのって映画でも一つジャンルになりますもんね。そうですね、あの怖い人のね映画とかね、うん、まあ人気者とかも一つのジャンルとしてね成り立ってますもんね。人気者とか面白いもんね、うん、そうなんですよ。しかもそれが意外と人気者だったりしますもんね、うんうん、そうですね、うん、でまあちょっと今のは自己愛的なお話であったと思うんですけれども、はい、サイコパスを有名にしたキャラクターはまあこれは映画ではもうね第一人者と言えるかもしれませんが、うん、ハンニバル・レクター博士というね羊たちの、沈黙関係のね作品のキャラクターになりますね、はい、まあ本当にね怖いんですよね。羊たちの沈黙は見れてないです、うん、怖いの無理怖いの見れない。いや本当ね怖いですね。私もね最初見てねおめっちゃ怖いな。戦慄しました。はい、やっぱ衝撃的でしたね。見てない人は見てほしいなとも思いつつ、今のね現代子が見れるんだろうかとかね思いますよね。ちょっと怖すぎてね。怖すぎるんだ、うん、そうですよね、うん、まあサイコスリラーの代表格と言えるようなね映画になりますよね、うんうん、まあ基本的にはたくさんの人を殺すような犯罪者がね、うん、主役ですね、うん、ハンニバル・レクターはね、うん、しかもねまあ、残酷な感じで殺害したり、うん、しかも食べたりするようなね、うん、そんな人でどう見てもおかしいんですけれども、うん、このね人がまあいろんなですね犯罪者のエピソードを集めてね作られたキャラクターだっていうふうに言われてます、うん、はい、で典型的な、まあ、反社会的パーソナリティだとかサイコパスだというふうに呼ばれて、まあ、いろんなところでサイコパスの例として挙げられることが多いかなと思います。なるほど、うん、でもいろんなその実在する犯罪者をもう集めてギュッとしたわけだから、うん、そりゃやばいだろうって感じです、うん、そうなんですよね。そしてもう一つやっぱり魅力的なキャラクターに作ってるっていうのがまたね、まあ、魅力をみんながこれに感じてしまうっていうのがね不思議な心理ですよね。なるほど。あとはやっぱり目的のために手段を選ばないとか、うん、すごいその利己的な行動を取るっていうのはダークトライドの高いキャラクターの特徴ですね。目的のために手段を選ばないのが、まあ、マキアベリズムになるんですけれども、うんうんうん、エヴァンゲリオンの碇玄道さんとかもねなるほど、大いなる何か目的を持ってね、自分の家族も場合によっては犠牲にしてしまったりするっていうようなところはね近いかなというふうに思いますね。確かに、うん、そうですね。しかも何考えてるか分かんないみたいなあの感じ、そうですよね、が、うん、ダークトライアドっぽい、うん、サイコパス、うん、あでもマキャベリアニズム、うんうんうん、マキャベリの方が近いかもしれないね。マキャベリアニズムの方がね、うん、目的のために手段を全然選ばずに非道徳的倫理的な方法もカードとしてね使うっていうのが一つのまあ特徴ですので、まあこれはマキアベリアニズムだと思いますね。なるほど。こうやって見ると結構映画とか小説とかの悪役としてですね有名なキャラであればあるほど、このダークトライアドのね特徴はよく兼ね備えているように見えます。そして魅力的にねそれを私たちは感じてしまうところもねあるかもしれませんね。うん、実際ねやっぱりこういうダークトライアド特性の高い人をね魅力的に感じるっていう実験は今言ったようにありますし、うん、あと、まあ、ダークトライアドがね高い人っていうのが、まあ、恋愛場面において結構モテるというね、うん、そういう話も研究結果であります。うん、非常にね短期的でね自己中心的なですね恋愛をしやすいっていうのがね、まあ、ダークトライドが高い人の特徴としてですね、言われています、うん、なんか、うん、そのマキャベリアニズム、振り回されて、そのなんかその人に、でもなんかそれに夢中になっちゃうみたいな、なんか依存しちゃうみたいな、そういうのってありそうですよね。そうですよね、振り回すのもねダークトライアドの高い人の恋愛の特徴の一つとしては挙げられていますね、まあ、あとはねやっぱり暴力を振るったりするような自己中心性もねあるというふうにね、言われたりはしていますね。 DV 的な、DV 的なところですね、なるほど、
あとねサイコパシーが高い人はとにかく短期的なね、こういう本当に配偶行動とね密接に関係しているっていうふうにサイコパシー傾向については指摘されてますね。短期的な、うん、短期的な、そう、短い期間、もう長い間ちゃんと付き合うんじゃなくてもう特会引っかいみたいなね、そういう人はサイコパシーが高いっていうふうに言われてますね。なるほど、うん、まあ、あとはマキアベリアニズムが高い人がちょっと暴力的なところとかね、そういうのがあるとかね、自己中心的みたいな研究がありますね。へー、うん、なんかそれってサイコパシーなのかと思ったけど、うんうん、そっちなんだ。そうですね、マキアベリアニズムなんだ。マキアベリアニズムですね、支配したがるんですかね。あ、まあでもそうか、うん、なるほど。それで目的のためには手段を選ばないから暴力も、うん、暴力もしちゃうみたいな、そういうことですね、うん、結構柔軟に使い分けて支配するみたいな話もあるので、あ、怖いですね。なんかよく DV の話とかって、うん、だって暴力振るっといて、うん、後ですっごい優しくするみたいな話ってよく聞くじゃないですか、うんうんうん、はい、そうですね。普通だったら、うん、いやそんな一回でもそんな暴力振るわれたら、うん、もう離れりゃいいじゃんって、うんうん、なんか正常な感情だと思えるんだけど、うんうんうん、なんかそれでなんかいやでも君しかいないんだごめんね、うん、みたいなすっごい優しくされると、うん、あ、この人も弱いんだなとか寂しいんだなみたいな風に、そうやってなんか感情をうまくコントロールされちゃってるみたいな、マキャベリアニズムなのかも、うん、そうですね、うん、操作性っていうのがね、うん、一つのね、特徴の一つに入ってるので、うん、相手を支配しようとしたりするのはねあるのかもしれないですね。ありそう、うん、達成欲求が高いとかね、そんなのも挙げられる特徴になってますね。なるほど、他者を巧みに集めるリーダーの特性とかね言われてますね。なんか自己愛が高い人がお金をたくさん稼いでるっていう研究があったって話あったじゃないですか、うんうんうん、なんかよく成功者でなんかすごく称賛されてるけど、うん、なんか近くにいる人たちは大変だろうなみたいな人っていますよね。あ、いますね、はい、その一番身近にいるスタッフとかは、うん、きっと大変だろうな、うん、振り回されてみたいな、まあ、アーティストさんとかでも、うん、とか、 なんかそういうのってすごくいっぱいいそうですよね、うん、そういう人って。あ、そうなんですよね。その人自身はすごく成功して、うん、仕事上むちゃくちゃ称賛されてるけど、うんうんうん、周りのスタッフはもうコロコロ変わっちゃうとか、辞めちゃう、うん、逃げちゃうとか、うんうん、そういう話って結構ありますよね。ありますよね、うん、ダークトライアドと職場の迷惑行動との関係を調べた研究みたいなのもあって、うん、それによるとね、非生産的な勤務行動と、関係があるっていうふうに言われてます。非生産的勤務行動っていうのはね、うん、同僚の悪口を言うとかね、職場の、ものをね自分のものにしてしまうとかね、うん、すごく自己中心的で職場に対してはマイナス、自分にとってはプラスみたいな行動をよく取るっていうふうに、言われますね。なるほど、だから周りにいる人は困りますよね。あいつめっちゃ悪口言うじゃんみたいな、もう誰彼構わずね、言うとかね、そういう感じですかね。雰囲気がね悪くなっちゃう、うん、しかもそういう人たちが結構健全な組織の業務とかを妨げたりするようなことをするので、まあ意図的かどうかはねともかくとして、だからね有毒なリーダーみたいな毒のあるリーダーみたいなね言われ方をするというね、そんな、話もある。なるほど、だけど結果出してたりとか、うん、業績上げてるから、うん、そうですよね、なかなかその人をね排除はできないけど、うん、周りがめちゃめちゃ大変みたいな、うん、周りがめっちゃ苦労するっていっぱいあるだろうな、そういうシチュエーション。方法を選ばなかったらそうなりますよね。短期的な利益にしかならないですよね、それはね。先ほどの配偶行動でも出たんですが、うん、まあダークトライアドのですね研究でよく出てくるキーワードの一つのようにも思いますね。なんか短期的にはやっぱりこの戦略はうまくいくことが多いと思うんですけど、やっぱ長期的に考えるとね評判悪くなったり、するからうまくいかないんじゃないかなとはね思ったりしますね。結局人が離れてっちゃったりとか、うん、なんか誠実性がなくってとかって見られたり、うん、ね、なるほどね、まあ、よろしくないですねやっぱりね、うん、そっか。なんか一個前の回で、うん、ポジティブな面をいろいろ言ったけど、うん、やっぱり今日も喋ってたらちょっとネガティブな面がいっぱい、ね、出てきてしまいますね。目立ってきちゃいますね。せっかくね
さっきこの間立てたのにとかそう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 いいところあるよみたいな話頑張っていったのにそうです、ね、結局悪い方向に行っちゃうんですよね。まあでもダークって名前だから仕方ないのかな。そうそうそう、そもそもダークっていう名前だから、うん、それを、うん、短所は長所じゃないけど、うんうん、あの、うん、いい風に活かせるといいよねって感じですもんね。そうですね、うんうんうん、はい、そうですよね、うん、さあじゃあ本日はこんなところですかね谷先生。はい、そうですね、はい、はい、じゃあ次回のまとめは、うん、ダークトライアドが高い人の見極め方、うんうん、についてっていう感じで大丈夫ですか。まあ代表的なまあ項目とかをねおさらいできればと思いますね。はい、わかりました、うん、はい、それでは次回もお楽しみに。またお会いしましょう。さようなら。